Let's go! Kansai dialect. Okonomiyaki yaki soba Hiromatsu no Hiromatsu Kaze です。焼きそばね、ちょっと待ってね。まずは玉ねぎを入れます。たっぷりね。それからキャベツを入れます。キャベツもたっぷり入れます。お肉です。おネギです。2杯ね。香ばしさっていうか出るみたいよ。いうか昔から入ってるからね入れてるって感じやけどね大阪の焼きそばは絶対天かすが入ってる。それからこのイカはご近所のおいしい魚屋さんからいつも買っている新鮮なイカです。と思いっきり炒めます。あんまりね焼きすぎてもへにゃっちゃうから玉ねぎが半焼けぐらいのところでおそばを入れます。このおそばもこだわりがあって創業50年老舗のお店から仕入れてます。あとは試合をするだけやからちょっと待っててね。はい、お待たせしました。大丈夫やで、これ1人前やで。ぎょうさん食べてや。Lesson Kansai dialect。ぎょうさん食べてや。ぎょうさん食べてや。What is ぎょうさん？ぎょうさんはたくさんという意味なんやで。関西のおばちゃんの愛情がぎょうさん詰まってるから、ぎょうさん食べてや。